髪飾り、山本周五郎作。その時、お稲は高尾山の上の松林の中で、いつものように海を見ていた。享保二年の12月の半ば過ぎのことで、四五日前から雪もよいに重たく曇っていた空が、その朝珍しくカラッと晴れ、いかにも小春日という感じの暖かい午後だった。目の前に見える海の藍を溶かしたような色も、石見潟と呼ばれる入り江を囲んだ瀬戸ヶ島、やな、真島などの島々の投影も、どこやらのどかに眠たげである。住吉の隅にスズメが巣をかけて、さこさスズメは住よかろう。松林の向こうから聞こえてくる子供たちのわらべ歌を聞きながら、お稲の目は吸い付けられたように海の彼方を見守って動かなかった。もう一月余りというもの、午後になると決まってお稲はそこへ来る。しぐれの降る日もあり、激しく風の吹きつける日の続くこともあったが、お稲が海を見に来ないという日はなかった。浜の人たちはそれを見つけると、ああ、また新津屋のお稲様が船を見に来ていらっしゃる、とささやき合うのだった。今日も浜田丸の帰りを待ちかねていらした。おかわいそうに。そういうささやきは、お稲に聞こえずにはいなかった。時には、いくら待ってもダメだ。浜田丸はもう帰ってきはしない。と、あからさまに言うものさえあった。けれどお稲はじっと唇をかみしめて、そんなことはない。浜田丸はきっと帰ってくる。お父様はきっと帰っていらっしゃるに違いない。そう心の中で繰り返すのだった。父の勘右衛門が江戸へ行ったのは8月のことだった。石見の国、浜田港には今津屋という大きな海鮮問屋があって、土地の物産から藩主、松平家の御用まで一手に預かっていたが、その年から江戸へも開戦することになり、それを新津屋勘右衛門がお受けしたのである。大半には物産が多いから、大きな船があるけれど小半はそれが少ないから、船は皆小さい。大阪あたりでは浜田のちゃんこ船と悪口を言うほど、浜田藩の船は皆小さかった。江戸へ行くには、熊野灘をはじめ、遠州灘、相模灘などという荒海があって、小さな船では航海が難しいため、それまで今津屋の船さえ、大阪から東へは行かなかったのである。それを勘右衛門が買って出たのだった。元勘右衛門は松原海の今津屋の持ち船を借りて、ささやかな漁業を営んでいた。イワシ、イカ、ブリなど、その近海で取れるものを干したり塩蔵したりして売る。はじめは人も多く雇えなかったので、お稲が10歳くらいになるまでは、あまり丈夫でない母も縁天に立ち、また夜を込めて魚をこしらえたり、干したり、荷造りをしたりした。お稲が12になったとき、弟の藤吉が生まれ、それが応えて母が寝たり起きたりするような体になってからは、お稲が母に代わって、ずいぶんつらい仕事もしたのであった。父は藤吉が生まれてから、にわかに発奮しだした。この子のためにもこんなことはしていられない。時々母にそう言っていたのをお稲はよく覚えている。間もなく勘右衛門はそれまで懸命に稼ぎためたもので、
古い船を一艘買い、非常な決心で海鮮業を始めたのである。それから6年。一口には言えない数々の辛さ、悲しさを経験したが、勘右衛門はついに苦境を乗り切った。そして古船ではあるが、持ち船も3艘になり、今年の春にはその一部を売って、500石積みの浜田丸を新造するまでになった。さあ、これからだ。今までは下ごしらえで、これからが新津屋の本当の仕事始めだ。浜田丸の船卸しの祝いの後で、元気いっぱいにそう言った父の顔をお稲は今でも忘れることができない。そういう時に浜田藩の江戸への海鮮の話が始まったのだ。成功すれば石見船乗りの片身も広くなり、浜田藩の発展にもなるのだ。勘右衛門はまさに運の開ける時が来たと喜んで船出していった。船が江戸へ着いたらすぐ飛脚で知らせる。みんな元気で待っているんだぞ。9月の末か10月には江戸から便りがあるはずだった。しかし11月になっても何の知らせもなかった。その年の8月はひどいしけが2度もあり、紀州から遠州へかけて丘にも海にも随分被害が出た。そういう話が伝えられる自分には、浜田丸はナンパしたのだという噂がもう動かすことのできない事実のように世間へ広まっていた。お稲は信じなかった。そんなことがあるはずはない。父は必ず帰ってくる。きっと無事で帰ってくる。固くそう信じながら、今にも浜田丸が入りはしないかと思って、毎日この山の上へ海を見に通っていたのであった。山柄が山が浮いとて里に出て、里で刺されて山小石。松原の向こうではなお子供の歌う声が続いていた。そののどかな声を縫って、お稲様、お稲様とけたたましく呼びながらこちらへ駆け上ってくるものがあった。お稲はびっくりして振り返った。駆け上ってきたのは老手代の和平だった。彼の顔が絶望とも苦悶とも言いようのない感情のために引き歪んでいるのを見て、お稲は自分の体がぐらぐらと倒れそうになるのを感じた。ああ、すぐお帰りくださいまし。松原の今津屋の人が来まして、浜田丸のお船板を。その後は聞かずにお稲は駆け出していた。家の前まで来るとそこには子供を連れたり背負ったりした女や老人たちが集まって、口々に何か叫んだり泣いたりしていた。それは皆浜田丸に乗っていた船子の家族たちである。お稲は胸もつぶれるような気持ちでその人々をかき分けながら家へ入った。病床にいる母は落ち着いた目でお稲を迎えた。そばに藤吉が怯えたような顔をしてきちんと座っていた。やっぱり父様の船は行けなかったようだよ。母は静かな声でそう言った。それは確かなことでしょうか。今津屋から船板を届けてくださった。そこにあるから見てごらん。これだよ、と言って藤吉が指さしたところに幅2尺、長さ4尺ばかりの板の破片が置いてあった。それは友式という船の舷側の下にある部分で、
しかもその端のところに新津屋の印がはっきりと押されてあった。島の国の鳥羽という港に上がったのを石州の船だというので大阪まで送ってきた。それを今津屋の人が聞きつけてこうして運んできてくださったのです。鳥羽での話では8月末のしけに熊野灘という荒い海でたくさん船が沈んだのですと、その時の船の壊れや積み布の端などがその付近の浜へずいぶん流れ着いたということです。そしてこの船糸もそういう中の一つだったんですと。お母様、お稲は母の枕元へすり寄った。今父の死が確かめられたと知ると、自分の悲しみより先に母がいたわしくなったのだ。お母様、気を落とさないでください。大丈夫ですよ。お稲も藤吉もいるんです。どうぞしっかりしてください。そう叫んで書き抱きたかったのであるけれども、母の目は静かだった。諦めではなく覚悟の決まった静かさだった。我慢していらっしゃる、そう思うとと一緒にお稲は耐えかねてそこへ泣き伏した。泣いてはいけませんよ、母がきつい調子でそう言った。今は泣いている時ではありません。表をご覧お稲、あの方たちの父親や夫や子供がうちの浜田丸で亡くなったんです。今私たちは自分のことで泣いている時ではありません。お稲はあっと思い懸命におえつを飲んで表を上げた。母はその顔を強く見守りながら、しっかりしなくてはと厳しい調子でたしなめた。何より先にあの方たちのことを心配してあげなければならない。そして浜田丸は藩の御用の荷を積んでいたのですから、その償いもしなければ。母さんはこんな体ですからね、お前がしっかりしてくれなければダメですよ。わかりましたか？はい、よくわかりました。もう決して泣きはいたしません。では和平さんに来てもらっておくれ。夢にも信じたくなかった父の死がこのように無残な事実となったけれど、それを悲しんでいるいとまもなく、母子はすぐに後始末の相談をしなければならなかった。手代や店の者たち、それから松原の今津屋などが集まった。そういう人々は皆新津屋を続けさせたいという考えだった。初めは無謀だと笑った江戸への回線が、事実このような失敗したとなると、今度はそれが同情に変わった。同じ海鮮を生業とする者にとっては、むしろ開拓の犠牲者である。そういう気持ちが主になって新津や存続という相談が始まったのであるけれども、病床にいるお園は反対だった。この家のことは後にしてください。まず船子の遺族の方たちとお上のお償いを先に相談していただきます。私たちのことは自分でどうにでも始末をいたしますから、そう言い通した。それはそうだろうが、寛永本殿がここまで築き上げてきたものをむざむざ潰してしまうという法はない。とにかく新津屋を続ける手段さえつけば、船子の遺族も立ち、お上へのお償いもできるのだから。いいえ、それでは義理というものが済みません。もう正月も迫って遺族の方たちはさぞ困っておいででしょう。
どうぞ新津屋の整理を先にしてくださいまし。母様のおっしゃるようにしてくださいまし。後のことは決してご心配をおかけ申しませんから。お稲もそばからそう頼むのだった。相談は決まった。残っている船が売られ、家財道具が売られた。お稲の髪飾りも藤吉の衣類までも売られた。そして手に集まった400両余りの金を持って、お稲は老手代の和平と一緒に浜田藩の勘定奉行所へ出頭した。勘定奉行は自分で会ってくれた。浜田丸が南船下につきましては、好転のためもありましょうけれど、父勘右衛門の未熟からと存じます。誠にお詫びの申し上げようもございません。一通り挨拶を済ませると、すぐお稲はしっかりした口調でそう言った。この上はただお慈悲にすがるばかりでございますが、差し当たり家財の始末をして、これだけの銀子を調達いたしました。大変勝手がましい申し分ではございますけれど、これで船子の遺族の立ち行くようお計らいくださいました上、余りましたものをお上の二の償いとしてお納め願いたいと存じます。よい申し分である。奉行はうなずいてお稲の顔をじっと見た。できるだけ願い通りに計らうであろう。その方何歳になるか。はい、18歳にございます。そうか。まことに勘右衛門は気の毒なことだった。そしてなお病身の母があると聞いたが、大切に看取って使わせと言い添えた。すべてが終わった。母子の者は辻町を引き払い、城下外れの宝福寺裏というところにある小さな家へと移った。ほとんど朽ちかかったような古い家だったが、周りを竹やぶと松林に囲まれているし、前に立つと石見方の海が見えた。三人がそこへ移ったのは大津ごもりにあと2日という押し詰まった日のことで、黄昏からちらちらと雪が降り出していた。さあこれからはお前がこの家のご主人だよ、藤吉。貧しい夕食のあとで母は病床の左右へお稲と藤吉とを座らせていった。父様はお前を立派な海鮮丼屋の主になさりたくて、ずいぶん苦しい辛抱をなすったけれど、とうとう中途でこのようなことにおなりなすった。船乗りが海で死ぬのは当たり前なことで、決して悲しんだり悔やんだりすることはないけれど、お前の行く末だけが気がかりでいらしたと思います。それを忘れないでおくれよ、藤吉。父様はお前が立派な海鮮丼屋の主になるのをお望みだった。どんな苦心をしてもお前はそのお望みを果たして差し上げなければなりません。それだけがお前にとって父様へのたった一つの孝行ですから。わかって、藤吉さん。お稲がそばから言った。あなたが大きくなるまでは姉さんがどのようにでも頑張ります。だからあなたはしっかりして、母様のおっしゃるように立派な人になってください。わかりましたね。藤吉はきちんと座った膝の上に手を重ねていたが、
それをぎゅっと拳にしながら黙って大きくうなずいた。まだ7歳の弟にはそういう言葉はおそらく重荷に違いないけれども、今自分たち親子はそれを重荷として避けてはならないのだ。いかに厳しくとも、いかに辛くとも、現在のありようをしっかりと見極め、何事にもめげない心を固めて立ち上がらなければならないからだ。母様、心配しないでくださいましね。その夜更けてから母と、枕を並べて寝たお稲は静かに微笑みながら言った。私、明日から一生懸命に稼ぎます。あの頃だって魚をこしらえたり干したりするくらいのことはできたのですもの。少し慣れれば一人前の稼ぎにはすぐ追いついてお目にかけます。すまないけれど、その気持ちを忘れないでおくれ。母はそっとうなずいた。お前一人に苦労をかけるけれど、それを言っては愚痴になるから言いません。ただあまり固くならないでね。明るい気持ちで、元気で。ええ、母様もね。お稲は再び微笑した。母もうなずきながら微笑んだ。風が出たのであろう。さらさらと小窓の戸に雪の降りかかる音が聞こえる。暗くしてある有明の光の下で、母と娘はじっとしばらくの間目を見交わしていた。お稲は松原浦の今津屋へ働きに行くことに決めた。そこで昔したように魚を干したり塩蔵したりする仕事をするのである。それなら買って経験もあるし、賃金も他の手内職よりは良かったから。けれどそういう条件よりも本当は一家を立て直すためには、そこまで徹底することが大切だと思ったからであった。こうして年が明けるとすぐお稲はせっせと松原浦へ通い始めた。2月になってから間もなくのことだった。松原の今津屋の本家にあたる浜田浦の今津屋八右衛門から使いが来て、次男の竹蔵の嫁にお稲さんを欲しいということを申し込んだ。実はこの話はご勘定奉行の岡田様から出たことでして、と使いの者は打ち明けていった。手前どものご次男とお稲さんとを一緒にして新津屋の後を立てたらどうかというご相談なのです。手前どもの主人も大層乗り気で、話がまとまったら仕事の手順はすべてお引き受けすると申しております。いかがでございましょうか。ご親切なお話でありがとうございます。病床に半身を起こしていたお園は、つつましく会釈しながら答えた。私一存ではお返事がなりかねますので、娘の気持ちを聞きました上、改めてご挨拶を申し上げます。どうぞよろしくお伝えくださいまし。二つ返事で承知されると思っていたらしく、使いの者はちょっと見当の違った顔つきで帰っていった。その夜仕事から戻ってきたお稲は、夕食の後で藤吉が眠ってから初めてその話を聞かされた。お前どう思います？承知すればもうつらい仕事をすることもなく、新津屋の名も立って私たちは安穏に暮らせるのだけれどね。お前の本当の気持ちを
聞かしておくれ。お稲は黙っていた。母の言葉が終わってからもかなり長いことじっと目を伏せていたが、やがて静かに顔を上げて、私、お断り申したいと思います。そう言った。母様にはご苦労をかけてすみませんけれど、人様の力で新津屋を建てても、父様はお喜びなさりはしまいと思います。どんなに辛くとも、私たちの力で立ち直り、私たちの力で新津屋を建てなければ、亡くなった父様に申し訳がありません。けれどその辛抱が続きますか？決心するときは何のと思っても長い年月になるとなかなか苦しいものですよ。先のことは申せませんけれど、私たちよりもっと苦しい辛い暮らしをしている人たちがたくさんあるのですもの。私にできないことはないと思います。それにもう一つは、浜田丸で死んだ船子の残された家族の方たちを思えば、私たち一家だけが幸せな暮らしをするのは、すまないことではないでしょうか。そう、母は静かにうなずいて娘を見た。では本当に、その決心でやっていて、遅れなのだね。大丈夫です。きっとやり抜いてまいりますわ。そう言ってお稲は静かに立ち上がった。いつも身じまいをその隣の三畳へ入った彼女は、鏡箱の中からそっとカミソリを取り出し、黒髪を解いて、まさに髪を切ろうとした。するといつの間に、病床から出たのか後ろに母が来ていて、お待ちと声をかけた。お前、髪を切ってどうするの？母様。お稲は母を見上げながら、お稲は今日から男になるつもりです。おやめなさい。あなたの決心はそんな浅はかなものなのですか？母の目がこれまで得てみない激しい光を帯びていた。髪というものは切ってもすぐに伸びてきますよ。切ってもすぐ伸びるようなものに頼るのでは、決心といっても長続きはしません。そのくらいならいっそ、今津屋のご次男と結婚なさるがいい。そうなさい。お稲は夢から覚めたように大きく目を見張って母を見上げた。そしてすぐにカミソリをしまい、そこへ両手をついて泣き出した。お稲の心得違いでした、母様。堪忍してくださいまし。本当に心得違いだと思いますか？はい。長い苦労に耐えてゆくには、と母はそこへ座っていった。ごく当たり前な楽な気持ちで、やらなければ続きません。心さえ確かなら、形は自然のままがいいのです。男になった気持ちなどと言っても、女はどこまでも女ですから、娘は娘らしい形で、明るくやってゆかなければいけません。片肘を張った暮らしは長くは続きませんよ。母の言葉を聞いているうちに、お稲は身内に固まっていたものが少しずつほぐれていくのを感じた。そうだ、楽な気持ちでやっていけばいいのだ、そう思った。固く張り詰めていた胸郭が開けて、のびのびとした新しい風が吹き通るように思える。よくわかりました、母様。
おいではなんだか、なんだか楽しくなったような気持ちですわ。ではもうおやすみ、老けたようだからね。母様こそ、さあ。おいねはいそいそと立って、母を病床へ入れてあげた。そのあくる朝、まだ暗いうち、くり屋へ降りたおいねは、何やら楽しげに歌を歌っていた。へえ、珍しいな。まだ寝床にいた藤吉は、びっくりしたように母の方を振り返っていった。ねえ、母さん、姉さんが歌を歌っているよ。母はまるで見当の違った返事をした。もうすぐお城の桜が咲き始めるね。